雄大な自然環境と豊かな水産資源に恵まれた北海道日高館内は日本一の馬産地としても知られる魅力あふれるエリア競走馬の生産育成をはじめ農畜産業に林業漁業みんな笑顔いっぱい 馬力いいっぱい生き生きと働く人々を通して日高の魅力をパッパカッと紹介しちゃいましょうパパが日,高日高エリアは農業も盛んな地域中でも人気なのがニーカップ町の特産品ニーカップピーマン。 農内生産の56%がニーカップ産んなんですって田川隆さんと奥様のゆかさんは東京から北海道に移住して2015年に営農を開始したピーマン農家さんですであの学生の頃にあの農家のアルバイトに行ったことあってえっ、ー、とレタスとか白菜とか路地ですね長野県でじゃあご実家が農家さんだったの もともとは普通にサラリーマンみたいな感じですね作物がどうとかっていうよりもとりあえず農業っていうことだったので新規集の子を応援するようなそこに相談しに行って勧められた町の中の一つがニーカップ蝶だった町なんか中学校入るタイミングに来たような感じですね、うんうん、子どもたちですきて まあその環境に慣れるかどうかが,ここがちょっと心配はありましたけどでも子供の方が早かったような気もしますけどね慣れるのはご自分はいかがでした自分の心配はあまりないあら大胆ねでも奥様はどうだったのかしらいろいろご苦労とかあったんじゃないですかまあ私自身が東京都育ちで田舎 っていう場所に住みたたいい思いはあったんですけど住んだことがなかったのでいろんな心配はありました子どももあまり大きいわけではなかったのでただまあ皆さんすごくよくしてくださって地域の方々も含めて皆さんなので想像してたよりは全然、はい、ありがたい逆にありがたいなと思ってます。農業の経験がほとんどなくても 大丈夫だったんですかちゃんと研修の制度も作ってあって腸がちっちゃいのもあるけど熱心に収納に関してはすごい親身になってやってくれてたかなと思いますけどまあ今もそうですけど、うん、そこはすごい頑張って腸がやってるのかなという最初の印象もやっぱりそこの印象が良かったよ収納6年目もう一人前のピーマン農家さんね、まあ、いい意味で あの休めるとことちゃんとやんなきゃいけないとこと分かってきたからちょっと鶏小屋を作ってみたりとか余裕が出てきたとこかなと思います、うん、農家になってずいぶん生活が変わったんじゃないえ農家になって <laughs> 私は楽しいです、はい、サラリーマンの時はまあ朝出てって、まあ、ほとんど家にいない。ただ今のは ずっと一緒ですし、で子供も帰ってくればいつ帰ってきたかもわかるし、まあ家族が一番そうですね、近い場所でずっと生きていけるっていう感じはすごいするので、それはすごいいいなって思います。はい。あらいいわね。でも経済面は大丈夫なの？一応 <laughs> 一応あのけ、なんですか計画も立てて。 そのぐらいでいくらぐらららいいいでくだろう単価がいくらぐらいだろうで計算して実際には収納するんですけど、えー、とほぼ倍、ね、まあねシーズンがやっぱり限られちゃうあの地域っていうのもあると思うので、うん、だからその期間の中でどれだけ、うん、やっぱりちゃんと取るか、ねうん、注入を得るかっていう部分があると思うのでただそこをうまくいろんな作物を交 混ぜながら主人が今考えて変えていこうとしているので、まあ他の作物をえっ、ー、と少しずつ入れてって今ニラとかイン,、ね、インゲンとかピーマン以外の時期にちょっと作れたらいいかなとてやってみてますけど、いろんな作物何入れようっていうそういう楽しみはあるのかなって思ってます。自分で考えてやれる方がいいですよね。あの給料もらってる頃よりはそれの方が。うんうんうん この辺はこの時期働きたくないからこうやらないいかかららこここやとはもうちょっと欲しいから例えば何かやるとかっていまあいいのか分からないいいことがか,からないあまり冬何もしないことになるので、はい、太るだけなのでちょっと何かしようちょっと仕事しようかなと <laughs> ところ変わってここはブランドトマト。 西パの恋人で有名なビラトリ町トマトのビニールハウスがこんなにいっぱいお仕事中の田畑秀樹さん奥さんと4人のお子さんとともにビラトリにやってきたこちらも新規収納者の方ですここに来る前までは札幌にいて介護の経営をしてました一番上の 子供が小学校に入った時にプランターででミニトマトマを作ってたんですねでそれでミニトマトがこうなっていく姿を見てで自分で収穫して食べてでこれはすごいおいしいっていう顔をしてたのでそれが今でも忘れられなくて食べ物を作る仕事がしたいなと思ってあのビラトリ町のトマトが、まあ、安定した収入を得ることができるよっていうことであ何かの縁かなと思って。 ビラトリ町に来ることにしました介護の経営をやめて農家になったのね農家になると決めた時奥様はどう思ったのかしら反対とかはなかったですね、まあ、前から農家っていうのは言ったことあるんですよね子供が4人生まれて大家族になって食費がかかるねこれは自給自足しかないね、うん、みたいな話をしてたことがあったんですけど でも農家ってそんな簡単になれるもんじゃないよなって思ってたんですよね。そうそう、簡単になれるもんじゃないわよね。トマト作りは誰に教わったのかしら？ピラトリ庁ではまず2年間の研修というのがまずあります。で、最初1年目っていうのはまあ親元親方となる方のところに入って1年間トマトの基礎知識を学ぶ。で、2年目に えとビラリ町で用意されているハウスがあるのでそのハウスで1年間自分たちでこうトマトを実際に作り始めてみるでそこでうまくトマトができるできるなっていうふうに思ったところでやっと収納っていう形で土地探しが始まりまりす初めてのトマト作り不安はなかったのかしら 研修時代は本当に不安なことがいっぱい多かったんですけど、まあ、2年目もあまりいい成績ではなかったのででもまあ先輩たちに新しい土地に行けば違うよって自分の補助になるとまた買っても土地も土も違うし水も違うし作りやすくなるよっていうことを言われて頑張ってがむしゃらにやってみようって思ったら1年目はもう、まあ、すごい大成功することができたので今では良かったなと思ってます。 よかったわねやっぱり人間頑張りが大事よねこれからもっと頑張らなきゃねうちのハウスは125が10棟あるので1250棟ですけどもうちょっとハウスを来年は増やして規模を広げてもうちょっと頑張ってみようかなって思ってますはい <laughs> <laughs> 私は不安でしかないんですけど旦那がもうちょっとね100%の力を出せば もっといけるっていうことなのでそれを信じてじゃあやろうかっていう感じで頑張りますけど <laughs> 怠けてるみたいな言い方まだいけるっていうもし新規収納として入るんであれば本当に負けない自分に負けないように本当にトマトで生活していくぞって強い気持ちで,であとはもう向上心ですよねもうずっと美味しいしトトマトを作り続けれる 気持ちが大事だと思いますあの、まあ、2年目で本当に新築を建てることができたので、まあ、一生懸命頑張ればそうって、まあ、2年目でも家を建てることができるんだなって思いますなるほど頑張れば経済的にも安定するってことねさすが有名ブランドのトマトニシパの恋人日高には 農作物以外にもブランドがいっぱいあるのが強みよね「パパがひだか」